キムヒョンジュンは、韓国の歌手、俳優、アイドルグループ SS501 のリーダー、キースト所属、ソウル特別市出身、身長182センチメートル、体重68キログラム、家族構成は父、母、兄、キリスト教徒、SS501 のメンバーには、カタカナ書きの場合同名になる、マンネコと、キムヒョンジュンがいるため、リーダー、または、 リダと呼んで区別される。小学生の時は負けず嫌いで、一つでも間違えたら、激痛を感じるほどだったという。毎朝、目覚まし時計で6時に起き、学校に行く前に勉強。2年生で賞を得たくて1日15冊の本を読んだ。子供時代の夢は細胞などの実験をする科学者になることで、学校の先生が、ソウル大学合格の心配なしと、太鼓板を押す。 実際、小学生、時代2年生から4年生まで算数オリンピックに参加して、いつも金メダル。美術でもいつもトップで、メダルで箱が満杯になるほど、学級ではいつも1位、学校全体でも1位か2位だった。塾でもクラスでトップ、小学校低学年で漢字で3等の資格試験に合格。しかし中学生になり、ソテージに影響を受け、 バンドに入るベースを担当。学校で勉強することは、ソテジの音楽に対する冒徳のように感じ勉強はしなかった。親に音楽を反対され家で、その後ソテジに習い高校を休学、1年後復学して卒業した。芸能界に進んだ後は、韓国 MBC テレビの黄金漁場で、司会者のあなたの顔は神からもらったものですかという質問に、 神が与えて医者が手を加えてくれましたと答えて、子供の頃、交通事故で花の成形したことを告白している。家族への愛は、とても深く、歌手の練習生時代のお金がない時代に、米国に留学している兄が学費がなく、大学を断念しようと決意した時、兄に小説をプレゼント。兄がその本を開くとその中には三億本の小切手が、挟んであり、そのおかげで、 長男は大学に入学した。また、父親に新車をプレゼントしたり、マンションをプレゼントしている。両親は IMF 危機器の折に商売を畳み、東天文市場で洋服の商売を始め、夜遅くまで働いていた。当時高校生だった、キムヒョンジュンは学校を中退後、パートタイムで働きながら、歌手としてデビューするために独立して、生計を立てていた。母は、 責任感のある強い子供に育てたかったことから、息子がアルバイトから夜明けに帰ってくるところをそ知らぬ、ふりをしていた。しかし毎晩息子が働いているレストランに行って、外で毎晩1時間待って、息子の姿を見ては泣いていた。家で息子の帰宅を待つ間、電気はつけていたが息子が、玄関に着く頃には明かりを消して、みんな眠っているふりをしていたと、母は語っている。 2005年6月8日の SS501 デビューイベント当日、その朝両親には何も告げていなかったが、会場には両親が来ていて泣いていたという。シングル、編集アルバム、編集 DVD、編集イントロブレイクダウンフリーズキスキスイエス、I will please do you like that, ラッキーガイ、I am your man, you lucky guy. マリーメマリーユーマリーメマリーユーアンブレイカブルユア、ストーリー前みたいにジェントルマン、アイアイムユアズレッツパーティヒズハビットビューティービューティー、ナッシング、オンユーイダイコトビューティービューティーヘイズイッツ、オーバームーンライトヘイズ。ありがとうございます。